さあそれでは続きをやっていこうと思います。塗り分けが、ね、終わったので組み立てをやっていこうかなと思います。とりあえずたったかたっとやっていきましょう。で細かなところはね筆で塗ったりしました。特にここにねこんなようにね塗れと書いてあるようなやつはねまあちょっとさすがにめんどくさいのでそれでそうしました。筆で塗りました。さすがにそこまではマスキングしてやるのやなんだつけすぎマスキングゾールとかね使ってやるのはちょっとしんどかったのでやめました。で使っている接着剤はねクレオスの SP のやつですね。これが一番今はいいかな。いいまあどれでも一緒だと思うけどね。速乾性であればいいかな。こちらねまあ何がいいかは別にタミヤのねやつでもいいんだよ。別になんか差が分かんない。なんか SP の方が強いよみたいな話もするんですけど聞くんですけど今のところ体感分かんないのでどっちでもいいかなって感じ。まあそう言われたのでねやっていこうかなっつって。ふうまあねただ組み立てていくだけなのでどうでもいい話をしながら。ちなみにここのねシルバーの部分はねあれでやった。筆で塗りました。で筆塗りの時は毎度ながらエナメルです。エナメル塗料で塗って後ではみ出してもね拭き取れるようなところ感じでやってますね。ごめんなさいちょっと今手元にピンセットがこれしかなかったんでこれを使ってます。いつものねいただいたやつはまだちょっとしまってある。道具箱には入れっぱなしだ。だけどそれからこれいつの使用頻度が減ったな。あブチュって出ちゃった。ちょっとやりすぎたな。よしたったとやっていこう。まあしかしあれだねこういう風にさしっかり塗り分けするとねどうせ見えなくなっちゃうって言ってもこの今組んでるこの瞬間っていうのがね割と楽しくやった感がするね。実際見せないんだけどね。あれディスクがあった。ブレーキパーツよいしょ。ポリキャップ入れなきゃ。ポリキャップはどこにやったかな。あれポリキャップ。あごめんなさいちょっと一旦カメラ止めます。はいやっと見つけました。すーげー探しちゃった。部屋の掃除したらさ下の方に行っちゃってた。あれ他のパーツが見当たらねえんだけど。っていうことはホイールがねえとか窓ガラスがねえとかいろいろ焦ったな今。どこやっちゃったどこやっちゃったみたいな感じになったぜ。ふう見つかってよかった。ということで続きやっていこう。ポリキャップやっと見つけた。珍しくさ掃除したらさ物をなくすっていうね大惨事だわ。でだそれを探すためにまたひっくり返してるよいろいろ。ディスクをここに入れてだけどがこれはあんまり飛び出ていない方ですね。ディスクブレーキも前と後ろと若干違うので間違えないようにリアの方がぼっちが飛び出ているので飛び出てない方が前になるよという感じですね。これをここにつけてここにディスクを入れる。まあ基本的にフロントの方が、長いのでかいのでキャリパーがね。まあ実際こうやってやるとさここ色塗ってないじゃないこっち側だけどまあこれ見えなくなっちゃうところだから私は省きます。見えるところはね頑張るけど見えないところは頑張りませんよと。よっちょっと塗って流し込みで
流れ込んでいってくれればいいかな。入ったかちゃんと。どう？大丈夫？OK。で、まだね、デカール貼ったりとかもね、あるのでね、忘れないようにしましょう。でかいキャリパー、よっ、つかめない。ういよっと。皆さん、いきなり暑くなって体調崩してない？暑さというよりもこの寒暖差だよね。風邪ひいたりとかさ、やっぱりするのはね、嫌だからさ。まあ本当、風邪ひくのとかはきついわ。今仕事がまあね、幸いのことに忙しいからさ、休んじゃおれんっていうか。これをこうか、こうかで、これをここに挟み込むと。あ、そうそう、接着剤で塗料がね、流れ、溶かしてしまうことがあるの、あったりするのでね、気をつけましょうね。あー、外れた。てか、くっついてなかったな。ここ接着剤、全然接着されてない。ここね、片方だけしかついてない感じだった。流し込みってさ、しっかり見えれば流れたのが分かるんだけど、見えないんだよね、流れてるかどうか。場所によってはね。で、あんまりなんかダボダボにつけちゃうとさ、さっきみたいにムチュってなったりするからさ、そうすると結構悲しいからね。ここの穴入らんじゃん。何、なんか弾かれるんですけど。あ、ここは入ってなかった。よし、これで入った。ちゃんとくっつくべきところにくっついていますかと確認してですね。流し込みでくっつけていくよと。なあ、これも今入ってない感じがするな。手応えがなかった。今のは手応えがあった。ここがあんまり今手応えがなかったんだ。流れ込んでくっていう感じが。ああ、これ表からじゃなくて裏からのこの隠れる方からやればよかった。こっちもね、 OK。 まあでもこれでそこそこちゃんとくっついてるでしょう。で、タイロッドをつけますよと。こちらですね、タイロッドを。この中を通すようにしてやるよという感じですね。よっ、ちゃんとこうまたぐような感じになるだね。で、ここはピンセットとか使ってね、パチンってくっつけてあげると事故を防ぎにくいかな。あ、事故を起こしにくいかな。パチンと手でね、無理やりやったりしようとすると折れちゃったりすることがあるのでね、パチンとか、いい感じと、ちゃんとこうやってね、左右に動くよという感じです。で、そうしたら今度はディファレンシャルケース、ディファレンシャルケースですね。ディファレンシャル、要はこうね、つなぎの部分ですね。よいしょ。デフオイルの交換がしたいな。この中にも、まあ、あんまりね、詳しくない方のために軽い説明。この中にもね、油が入ってるんだ。要はギアがこうね、動くところだから、そこにこうね、油がね、こう結構たくさん入った状態で、割とドロッドロの濃いやつが入ってたりするんだけど、ここにね、あのドレンがあって、この横の辺からね、あの入れたりするところがね、あったりするんで、これがね、溢れるまでね、ドゥ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 って入れてあげるんだよね。
で油がたくさんね持ってて余ってるよっていう人はね、よくこの中にねもうここのドレンを抜いた状態で油を入れてですね、中をついでにこうなんていうのかな、軽く流して掃除してやるような感じで、蓋をしてここからね溢れるまでドレンのオイルを入れて、デフのオイルをね入れてやって完了っていう感じですね。割とやることは簡単なんだけど、実際に普通の人っていうか、まあ、一般の人がやるにはね割とめんどくさい作業かな。なぜかというと下に潜り込まないといけないとかね、そういったところがあるので非常にと言えるほどめんどくさい。私もね自分の車やりたいんですけど、もうめんどくさいのでやるのがね、ただねあれはね車検前ぐらいでちゃんとやってあげないと、車検の都度ぐらいやってあげないと壊れるとすごい大事になるので、車検の時にはね、まあ大体ね最初は3年に1回だけどさ、車検の時、まああとはね2年に1回になるんで、まあ2年に1回はねちゃんとやってあげた方がいいんじゃないかなって思います。まあ私の感じで言うと一番新車で買った時は3年あるっていうので 1.5 で1回 1.5 で1回であとは2年都度やってあげるっていう感覚にしておけばいいんじゃないかな。デフオイルってディファレンシャルオイルっていうのかな。結構めんどくさい作業です、だけどオイル交換もそうだけどさ、自分でやってあげるとね車に対するね愛着が湧くんでね、なんか今回ちょっとこう流し込みが下手くそだな、ちょっとこう隙間をわざあえて開けてあげて、これをプツンと入れてあげてくっつけるというふうにしてあげないと、どうもなんか下手くそだな今日。いやちょっと仕事から帰ってくるのも遅かったんだよな、疲れてんだよな多分。だけどなんかやっぱりプラモをこうやって作りたいんだよね、仕事じゃないっていうのがね大きいね。仕事でものづくりをしてるとさ、仕事は仕事だからなんかこう好きなものを作ってるわけじゃないからさ、それを思うとやっぱり今こうやってプラモデルを作ってる時間っていうのはすごく好きだね。まあ今日はこの辺にしておきますかね。あとリアディスクブレーキの取り付けと足回りがあらかたできていればね、おいなんとなく進んだ感じがする。毎日プラモをねこうやって触ってるとやっぱりいい気晴らしにはなる。でまあ視聴者さんもそうだし、やっぱりこうねたくさんこう見てくださる方がいらっしゃるっていうのはね、またそれはそれでね私も励みになって、やっぱり一日、まあ、皆さん構ってくれるからこうやって続けれるからね、楽しいっす。向き間違えました。でもいいよ本当ね、動画を撮るとかそういうのじゃなかったとしても、やっぱりなんか毎日寝る前にちょこっとねこうやってやれればいいかな。まあ見ての通りなんですけど、ね私はこれが好きだからこうやってやっていけるんですけど、ね、動画見てくださってる方はご存ね、なんとなくわかると思うんですけど、この動画撮影してる時間のまあ30分ないぐらいじゃないですか。まあ寝る前にねちょっとこうやってやる時間があるだけで結構気晴らしになる、一日の気晴らしだよ、気晴らし、気晴らし大事だと思ってる。急いで作らなくてもいいから毎日ちょっと触る。結構ね自分の知り合いでもねそういう人間が多くてですね、一日毎日ちょっとだけ触るって言って、一日一パーツ切るだけでもいいんじゃないっていう教えをもらった人もいて、なんせまずこのね作業するための机に一回座るよと、でそれからパーツを一つ切るだけでもいいからやるっつって言ってた。そうすればいつかは完成する。まあそれは確かに先は長いけどとか思ったけど、まあでも確かにね言いたいことはわかるけど、で調子が良ければねそのままやっていけばいいだろうし、
逆になんかそこでさ、もうちょっとやりたいなっていう気持ちが出るのもまあいいことなんじゃないかなとも思うけどね。これがうまくはまらないんだけど、あ、はまった、よし、これでいいのか。なんか結構形複雑だな。今ここつけたからここに流し込みをちょっと浮かせてね、ちょっと、あー、ちょっと浮いた、ちょっと浮いた、このちょっと浮いた状態のところに流し込み、ジャンと、あお、今ツーって入ってくのが見えたわ。いいね、これはこれがいいんだよ、ツーと入ってくのが。でここにもうちょんとつけて、でここにもちょんちょんとつけて、こっちもつけていてやるか。でここ、こういう、なんかちょっと今回こういう足回りが複雑ですね。すごいよね、 Z ってさ、今じゃあね、代表するスポーツカーっていうね、日産を代表するスポーツカーなわけじゃないですか。とても一番最初にね、窓際族が作ったとは思えないような、そんな車が今では日産を代表するスポーツカーっていうね、すごいね。よし、くっついたかな。速乾性は仕事が早いからいいね、作業性が高い。でこれつけたらディスクをつけるよと。はい、 こっちか。すごいたくさん吸うのよあの接着剤が、筆がね、接着剤をさ、だからこうやって流し込もうとするとベチャーってなんかすっげーつくの、ちょっと大変。この接着剤おろしたてなんだよね。何個かストックがあってさ、わけあってそれを開放してるんだけど、今日は新しいのを出して、これ、ここにこうでいいのか、でここにこうつく、この3点で止めるような感じ。いや違う、他にもあるはずだ。あー、ここね、こう、わかったわかった。ここと、ここにもあるんだね、ここの2箇所で、ここ、なるほど。だからここにちょっと浮かし、ちょっと浮かせて、浮いた、今ちゃんと流し込んでおかな、あ、浮いてね、ちゃんと流し込んでおかないと、こんなとこ取れたらかなわないからな、辛くなる。こっち側もちょっと浮かせて、ちょっと流し込んで入れてあげる。しっかりくっついてね。でさっきの言ってたここね、ここにも流し込み、チューンとこう流し込んでおいてあげて、ギュッとギュッと、でここも流し込み、チュッと。ああ、やっぱりでもちゃんと塗り分けておいてよかったね。じゃないとこれ一色で寂しかったと思う。別にね、いいんだよ、見えなくなっちゃうから。だけどやっぱりこの今この瞬間がちょっと違うんだろうね。うん、くっついたかな、いいんじゃないかな。でこのあとね、エキゾーストパイプの取り付けですな。よし、ここにエキゾーストパイプ、まあ切りがいいからここまでやるか。あれ、パーツどこ行った、パーツどこ行った、あれどこ行った、あったあった、膝の上にさあの塗装したパーツを乗っけてんね、箱に入れて。これを、これ向きあるのかないのかわかんないな。あ、でもなんか大きさが違う、こう向きだ、穴の大きさが違うから向きがそれで入るべきところにしか、あ、入らないと思う。こう止めて、
チョンチョンと。でこれをここか。あ、でここの穴。おー、なるほどね。超親切設計だな。こう入れて、まずはここをこう押さえておきながらですね、ここのこの2箇所の穴ですね、ここに入るようになってる。それがうまく入っているのか入ってないのかわからない。あ、ここから覗いて見えるわ。ここからね、覗いて見える。はい、入らない。あ、入った。でこれはね、だからこっち側からこうやって流し込んどけばいいからね。だけどここの部分は入れれないから、ここから入れる。よし、オッケー、できたよ。リアルを求める方はね、この辺とかちょっとあのゴールドとか、ゴールドという、まあゴールドみたいな色、まあシャンパンゴールドとか、そういうシャンパンじゃないや、あのセミグロス、チタンゴールドとかね、ちょっと混ぜたりして、ちょっとこうね、汚しをしてあげるとまた雰囲気出るんじゃないかな。結構ね、マフラーってかエキゾーストってね、めちゃめちゃかすれるんだよね。汚くなるの、ほんとね。車の裏だからさ、走っていくと、まあ新車はこんぐらい綺麗なんだけど、やっぱりね、走っていくとだんだんどんどん汚れるんだよね。逆に新車みたいにピカピカン作っとってあんまり汚いっていうのもおかしいけどね。よし、こんな感じかな。よし、できた。まあ今日はこの辺にしておきますか。どうでしょう、いいサムネじゃないこれね。ここまで進んだのがよくわかる。いいね。まあいろいろね、物足りないところはあるかと思いますが、私はこんな感じで作っておりますよということです。で次ですね、リアメンバーの取り付けというふうになっておりますのでね、またね、どんどんね進めていこうかなと思いますので、見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。